ピエリア県、パンイプシロンローイオータファイプシロンロイプシロンイオータ、アルファーカッパイプシロンニュー、タウイータタウアルファーパイオータイプシロンローアルファー。ピエリア県は、ギリシャ共和国の中央マケドニア地方を構成する行政区の一つ。県とはカテリーに、ピエリア県は、マケドニア地方の南部に位置する、同地方最小の県である。県名は、古代のピエレス人に由来する。 県の南及び南西は、ラリサ県、西は、コザニ県、北はイマティア県と、それぞれ接している。西部には、ピエリア山脈が連なり、東部は、テルマイコス湾に面している。ギリシア神話に登場するオルペウスやムーサの、故郷とされる、ピレウス山や、神々が住まウチとされた、国内最高峰のオリンポス山がある。県内には、ディオン、ピドナ、 フラタモナスといった歴史的地域が多く存在する。ピエリア県の気候は、主に夏が暑く、冬が涼しい地中海性気候である。しかし、県中央部や西部、ピエリア山脈、オリンボス山では、厳しい冬の気候となる。最大の都市はカテリニ。人口4000人以上の都市は、以下の通り。古代のピエリア人は、トラキア系の人々で、 ギニオス川川口とアリアクモン川の間でオリンポス山の麓にあたる丘陵地や平地に居住していた。後にマケドニア王国、ローマ帝国、ビザンツ帝国の支配を経てオスマン帝国の統治下に入った。1821年、1947年まではピエリア県はテッサロニキ県の一部であり、一つの州を構成していた。ピエリア県が ギリシャ領となってからは農業や商業において経済的に発展した。キド戦争中には小アジアのギリシャ人が多く移住し、ネアトラペズンダやネアエフェスといった集落が避難民たちによって建設された。またこの頃には道路が舗装され、カテリーニの街では電気が敷かれた。第二次世界大戦とギリシャ内戦の後、ピエリア県は再建されたが、 県外へ移住する人々は多かった。1960年には県内全土に電気が通り、その後もインフラストラクチャー整備は進んだ。2007年には豪雨による被害を受けた。ピエリア県ピエリア県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。ピエリア県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのピエリア県は、 以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。西は小座県、北は今ティア県。ありがとうございます。